変身。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーダブル変身ベルトデラックスアクセルドライバーです。はい、これはダブルの2号ライダーの仮面ライダーアクセルの変身ベルトで、ドライバー本体もアクセル同様にバイクモチーフになってて、センターに大きく回転メーターがあったり、アクセルの A がスピードメーターになってたり、左右のグリップとかクラッチとか、同じシュラウド製でもダブルドライバーとはだいぶコンセプトが違いますが、こっちはアクセルメモリ1本の力を極限まで引き出すっていう考え方になってて、なのでメモリをいろいろ交換して戦うみたいな、ダブルとはそもそもの考え方が違うんですよね。どちらかというとロストドライバーに近いのかな。そういう開発経緯もあったりとか、テルイリューっていう変身者の選別も関係して開発に時間がかかって登場が遅れたっていう設定がありますね。ではレビューしましょう。でもリアルタイムに登場を見てた僕からすると、ダブルと全然違う見た目のコンセプトで、こっちはこっちでめちゃくちゃ1号ライダーっぽいみたいな、そういう印象を受けたな。普段は CSM のアクセルドライバーしか触ってないから、デラックスめっちゃ久々。あ、軽い。そっか、合金使われてないからか。 CSM だとマキシマムクラッチレバー、ここ合金ですからね。久々に触るとだいぶさっぱりめで、ここはちゃんと本編通り外すことができます。アクセルドライバーはダブルドライバーと違って、サイドベルトをはめた後も、ちゃんと両方とも外すことができますね。まあ、最近のダブルドライバーは外せるようになりましたが、はい、中身はこうなってて、アクセルメモリとアクセルドライバー本体とベースバックル一式。まずベルトのベース部分はこうなってて、しっかりと機械的な造形が再現されておりますし、ここがロック解除ボタンで、パーツが動きますね。ドライバー本体のここの裏側をガチャッと連結することで、はい、アクセルドライバーが完成するんだけど、本編でも外してこう持ってバイク変身みたいな、そういう手順で2モード変形してましたので、ちゃんとそれが再現できるように脱着ができるようになってて、なのでテルイリューっぽくこう片手で持って変身前アクションみたいなこともできますね。ってことで、ドライバー本体がはまった状態の見た目はこうで、アクセルはマキシマムスロットと変身のスロットが一緒になってますから、メモリスロットはここ一箇所で、小窓がありますので、上からはい差し込むと、ちょうど A のマークが来て、回転メーターとスピードメーターみたいなバッチリな配置になるんですよね。セットするとアイドリングがかかるのもいいし、メモリの発光部分が連動してここが光るって感じ。スイッチは横の変身のアクセルのグリップ回転とちゃんと矢印もついてますから、ここ長く倒すと変身、軽く倒すと吹かす、ボンボンボンで変身したり、刺してすぐ変身したり、テルイリューのいろんなパターンを再現できますし、必殺技のマキシマムドライブはマキシマムクラッチレバーを引くと待機状態になりますので、アクセルを回すとマキシマムドライブ発動。この辺もダブルドライバーと操作が全然違いますね。ってことで、アクセルメモリも確認しましょう。はい、ぐるっと見回すとこうで、濃いめのオレンジのクリアカラーに金端子で、アクセルの A、 アクセルこんな感じで、アクセル発光も強くて、アクセル起動音が鳴ります。では仮面ライダーアクセルに変身いきましょう。変身アクセル。さあ、振り切るぜ。で、仮面ライダーアクセルに変身完了。こんなかっこいいアイドリング音から変身音が鳴って、いい感じなのにシンプルって感じるのは、平成2期コーチとか令和系に毒されてるな。もう一回聞きましょう。いや、バイク仮面ライダーらしい、ボンボンボンって吹かしてガッチャーンって変身する、潔い変身をいいですね。そしてアクセルといえば、やっぱりメモリが入った状態の、このドライバーのイメージが強いので、
はい、いろんな角度から見るとこんな感じで、ダブルキーおなじみですが、ドライバーはメモリ側に音声依存してますので、すべての音声はアクセルメモリからなってます。ではマキシマムドライブ、絶望がお前のゴールだって言いたくなるって感じで、スロットを変えることなくマキシマムクラッチレバーを引くことでアクセル連動で必殺が発動。アクセルマキシマムドライブ、ここは何度引いてもアクセルマキシマムドライブ、マキシマムドライブがなります。アクセルマキシマムドライブ、長押しでも変わらず。って感じの非常にシンプルなドライバーに仕上がってますね。さすがアクセルメモリ特化型。ではアクセルつながりでエンジンの疑似メモリでも変身しましょう。こっちはアイドリング音じゃないですよね。普通のダブルっぽい変身待機音。って感じで長押ししないと変身音なんないんですよ。でもちゃんとダブルドライバーにセットすることを想定してるおもちゃ用のサウンドが鳴るとか優秀。エンジンの必殺発動はクラッチを引きながら回すと。そうするとスチームとか、はい、全部鳴りますね。ちょっと遊び方が特殊なんだよな。では本編通りアクセルからトライアルの流れも行きましょう。変身アクセル、ではこんな感じでアクセルに変身してからメモリを差し替えてトライアルに変身するような形ですよね。トライアルマキシマムドライブ、って感じでクラッチを使ってのマキシマムドライブ発動も OK ですね。CSM と音声比較したいんだけど、僕の CSM アクセル調子悪いんですよね。電池変えても反応しない。アクセル。まあそんな変わんないかな。アクセル。バージョン 1.5 の予約開始待ち。ではダブルドライバー連動も行きましょう。アクセルが金端子なので銀端子系と組み合わせれば、はい、このようにタイミングバッチリ変身音を楽しむことができますし、サイクロンアクセル、ただアクセルからは常にアイドリングの待機音鳴っちゃうんですよね。でもこれはこれでいいのでは。ヒートアクセル、テレデンテデンが欲しい。ルナアクセル、デレデレデンデンがなんないんですよね。ファングアクセル、これも夢の変身。あとはエンジンブレードにはめ込むことも OK で、マキシマムドライブちゃんと
なりますし、ちなみにベルトを使ったエンジンツインマキシマムドライブいけるかどうかっていうと、はい、これで A の必殺攻撃からメモリ抜いてセット、バックルから外してクラッチ引く。はい、ちゃんといけますね。本編みたいにワンアクション操作ってわけにはいきませんが、一応それっぽくは楽しむことができます。じゃあダブル系の武器アイテムはどうかっていうと、はい、ここはもう先に爆発音になっちゃいますね。マキシマムスロットではちゃんと連動すると、もちろんロストドライバーで楽しむこともできます。あとはシュラウドが想定したであろうプリズムビッカーの組み合わせはこうなのかな。要はテルイリュウとフィリップ系のみ使う感じ。ちなみに普段遊んでる CSM と比べると、さすがはコンセレって感じで銃塗装感全然違いますし、この頃は後ろ本側ですしね。ドライバー本体自体も恐ろしく銃塗装なのがわかりますでしょうか。スロット周りには細かく墨入れが入ってシルバーも濃くなってますし、メーターのグリーンの表記もくっきりはっきり、メッキもより綺麗だったり、大きくはここですね。プラスチックだったクラッチがゴリゴリの合金になってすごい重いんですよね。ここのクリアパーツもなくなったし、プラスチックだったグリップがラバーに変わってますし、ほんと本物感半端ない。あとはメモリもホロ化してますね。ちなみにアクセルメモリがハマった状態のセンターバックルの見た目はこんな感じで、テルイリュウ視点はこうかな。あとは最後にゆっくりアイドリングでも聞きましょう。はい、ということで仮面ライダーアクセルの変身アイテムデラックスアクセルドライバーを紹介しました。今放送中のフード探偵でもついにテルイリュウが登場しましたし、ついに初の CSM バージョン 1.5 の発売も決まってますから、そちらも期待して待ちたいと思います。そして散々 CSM 版のアクセルドライバーで遊んでる僕としては、だいぶデラックスとの違いを感じて、重みとか塗装の質感とかサイドベルトの良さとかを考えると、やっぱり CSM 版いいですね。しかもこれが当時 CSM 版10,500円でしたから、変身ベルトも価格上がったな。以上、仮面ライダーダブル変身ベルトデラックスアクセルドライバーの紹介でした。